太鼓は、摂政、または、関白の職を退りいて後、子が、摂関の職に就いた者、摂関辞職後に、内乱の戦時を受けた者を指す称号を。継承は、摂政、関白と、同じく、殿下であり、呼びかけの場合は、太鼓殿下となる。本来は、太鼓家と呼ばれていたが、やがて略されるようになった。大殿とも呼ばれる。 また出家した太公のことを全城太公略して全公という。古くは石関大上大臣現職者を指す尊称であった。西宮期や酒駅には在職中の石関が太公を称した記述があり、関白太公と称されていた。摂政関白を着難に譲った者が太公と呼ばれる例は平安時代からあった。例えば、藤原の道長は、 後一条天皇の摂政を息子寄道に譲り、続いて任じられた大乗大臣の職も辞任した後は太公と呼ばれていた。鎌倉時代の関白二条両実は弟の一条三熱爪に関白の地位を譲った後に引き続き内乱に任じられたことから太公の名乗りを用いた。同様に室町時代の二条義元は十三年にわたって、 関白を務めて辞職した直後に内乱戦時を受け、太公を奉した。豊臣秀吉が養子氏の秀児に関白を譲った後も、慣例より太公と呼ばれたが、秀吉の死後も、太公といえば、秀吉を指すことが多く、太公検知のような語を構成することもある。このことから、大師は、愚法に奪われ、太公は秀吉に奪わるという格言までできる、ほどだった。特に、 秀吉を指すことを強調する場合は、豊か太鼓と呼ばれる。その後の江戸時代も、石棺をこの一条道鼓に譲った一条権公は、太公と呼ばれた。安政3年12月9日に、関白辞任後も内乱に止まった高塚様さみちが、公明天皇の直視をもって、太公の称号を送られたのが、太公の最後の例となる。 明治維新で旧来の大乗官制が廃止され、摂政、関白がなくなると、大公の後もやがて過去のものとなるはずだったが、百姓の身分から、初代内閣総理大臣に上り詰め、その後も、元老として、明治日本を牽引し、遠服化の点でも共通する、伊藤博文が、豊か大公に習って今大公と呼ばれるようになった。さらに戦後には、高等教育の学歴を持たずに、 内閣総理大臣まで登り詰めた田中角栄も今大公と呼ばれるようになった。このように今大公は貧しい生まれから立身出世して大きな権力を握るに至ったものの代名詞として使われるようになり、この他にも保守政治家の三木武義、阪急電鉄の小林十三、松下電機の松下幸之助、大英の長田正一らも今大公と、また、 吉本工業の吉本生はジョイマ大公と呼ばれた。ありがとうございます。